Johan Chandler. そう、ミユカ、とにかく一人で弾き語りしているミュージシャンとかって、クールでストイックで酷なイメージがあるけれど、実はただわがままで協調性なくて自分だけ目指したいのにバンドのボーカリストにも適応できなかった。そんな絵に描いたようなダメ人間がやる音楽でも自分でオリジナル曲作れるとかすごいやとか思うかもしれへんけど、実はまだカバー曲のコードが難しくて弾けなかっただけ。だから得てしてカバーやってる人よりオリジナルの人の方が実は歌もギターも下手地道に努力してそうに見えて実はそれが一番できないっていうかしない。バンドやってた時は大きなイベントとか遠征ライブのチャンスがあった時、あと一歩決まりかけたとこでメンバーの一人が子供がどうとか仕事がどうとか言うてポシャって、それを仕方ないと思えずにこいつ足引っ張っとんじゃないかいとか勝手なことを思って、なんでやねん、ほらもうええわ俺が一人でやるわ、それが全て終わりの始まり。そんな未熟で勘違いで面倒くさくて痛いやつ、それが我らおうピンミュージシャン。ピンでやってると一人やからやっぱりピン同士仲良くなる、みんなで飲み会とかして一見微笑ましく見えるけど、内心にはこいつらどうやって出し抜いたのかとか、こいつはカバー曲しかできへんくせにとか、こいつは上手いだけ全然思わないねんとか、飲み会けえへんかったあいつはカスやとか、そんなことばっかり思ってる。イベント出たら決まってバンドの前座扱い。かといって弾き語りだけでイベントをしたら同じ日のバンドのイベントに惨敗する。かっこいいやつが成功したら何やねん結局見た目がすべてが一致しようとか思って、なんてやねん、自分のことしか見てないくせに、でも自分のことが一番見えてない。そんな人の幸せを素直に喜べない、それが我らのソロシンガー。同じ日に同じ会場でバンドのイベントと弾き語りのイベントがそれぞれあった時、バンドのイベントはホールで弾き語りは控え室同様の謎の小部屋で行われる。バンドの爆音がガンガン聞こえてくる中、気にしないふりをしながらでもやっぱり集中できずに歌詞を間違えた。そんな逆境を力に変えるんだとか、要はただの逆切れを歌っている。そ
それが我ら、おう、弾き語り。そんな弾き語りの物語。